はい、どうもかぶです。ということですね、今回なんですけども、新シーズンが来て、そのバトルパスが新しくなったということで、このバトルパスのですね、一番この最初のやつ、これですね、ザカエフの死刑執行人ってやつ、この迷彩が俺めっちゃ好きかもしれんわ。で、サイトはこんな感じ。あのね、ミシックより見やすいっていうことはないけど、でも通常のアイアンサイトよりかは、はるかに見やすいですね。で、今回使うおすすめのアタッチメントはこんな感じ。一応ね、この中距離がその SMG、P90 とかビゾンとかね、あとはタイプ25とか M13 がいるということで、まあその中距離性能をアップしております。まあもともとこいつ近距離強いんで、エイム速度のアップとかは必要ないんじゃないかなと思ってます。でですね、今日もう一つ言いたいのが、このパークのね、ライトウェイトなんですよね。もともとね、このダッシュ速度がその 10% だったんですが、5% に弱体化されてしまって、前シーズンですね、このスカルカーっていうのがめちゃめちゃ流行ったじゃないですか。なんですが、もう気づいてる方もいると思うんですけども、今シーズンになってから、このスライディングの距離っていうのがね、明らかに伸びてるんですよね、これ。まあ、他の実況者も動画にしてたんですけども、アップデ後のですね、COD をプレイした人ならわかると思うんですけども、横スラがね、明らかに強化されてるんですよ。これ敵視やったらすごいことになってるんですよ。で、俺一応ね、その生放送やってる途中のそのプロゲーマー、まあ、ちょっと名前を出しちゃうんですけども、マックイーンさんとかにね、今シーズンスカルカー一強ですかって聞いたところ、いや、そんなことはないですよ。ライトウェイトとか、あと、スカルカーとかね、使えるんで、まあ、スカルカー一強っていうことはないんじゃないかなと思ってます。っていうような感じに言ってたんですよ。しかもですね、これね、見てください、これ。こっからね、これ前もできたんですけども、こんな感じでいきますよ。わかります？こっからそのスライディングするだけでね、こういうプレイとか、ちょっとなんか変態ルートとかできてるんですよね。これやばくないですか？ここからスライディングするだけで、下手の2階に行けると。だから挙動おかしくなってるよね、これ。まあ、てな感じの今シーズンの赤パークっていうのは、ライトウェイト、あと不屈、あとはスカルカ、この3つがですね、まあ、この3強かな、どれを使ってもいいと。というような感じの、まあ、赤パークの環境はすごいいいものとなってるんじゃないでしょうか。ブチブチにするぞ。ちょっと待って、1シーズンぶりのドミネーションでこのなんでやる先輩がいいんですか。大丈夫これ、やりますね。こいつもう PPSH ダイヤモンド迷彩にしてるか。はい、やり込みすぎやろこいつ、野獣先輩よ。てかさ、ダイヤモンド迷彩みんな行きすぎじゃない？みんなダイヤモンド迷彩な。今日そんないけんね、君たち。蝶のように待って、蝶のように待って、待って待って待っちゃって、1割ぐらい刺しちゃってみたいな感じですね。やっていきたいなと思います。9割飛んでるよ俺は。これ上行こうか。足を頼りに抜くの。ワンかって言ってて、打ち合いは強いよ、だいぶ。なかなか。そう。モノルシェフつけてるから、だいぶ射程は長い方やと思うけど、ガッツリだけで、全然強いの、これ。やられんこと言うのとか、しかも難しいですけど、これめちゃめちゃ良くないこれ。あ、ここも勝っちゃう。これ、シミリックだ、ちょっと。あー、しがみやしい、やられ方。まあ、いいよ、いいよ。でもこれ、もうビート取れてるんだな。オッケー。結構俺が前押ししたから、もうピンピンなんじゃない？蝶のように待っちゃったぜ、これ。亀じゃなくて、鳩。鳩なのって言うんですか、これ。待ってる待ってる、もう飛んでる。待って待って待っちゃって。多分これ間違いなく上に、なんか SR 型がいいと思うんですけど、これ素材バカって言ってるの。この突撃力よ。なんていうの、俺ってさ、大体そのみんな見てる人は知ってると思うんですけど、俺って大体横スラ使うんですよね、打ち合いで。だから、横スラが強くなったってことは、実質ね、俺の強化でもある。うん。俺とフェネックの強化である、これ。これ言ったら、あ、でも言うて脇替えてよくね。これね、A 分けやったら全然いいと思うよ。一旦これ出していくよ。オッケー、どんどん行こうぜ。前に行こうぜ。これ買っていく。ちょっと待って、下から初からしていってるから、これ一旦に行こうか。で、これをしっかり破壊していく。だからさ、最近冷血多くね。みんなその冷血つけてる人ってさ、ショック RC のためだけに冷血つけてんのかな。一旦逃げていこうか。このムーブほんまエロくない？あいつ何してんねん、ほんまに。あんなやつリモートだと初めて見た。一旦これ芝居切ってあげて、この横すらね、なんて打ち合いに組み込んだら、大体もうほんまに打ち負け。もうこういうこと。なんかね、ヒットリーチも確かにないけど、それは自分の、なんていうの、もう、プレイヤースキルって感じですね。で、これもアラマンス UV 溜まってるでしょ。なんか一人ね、下に放置いるんですよ。エネミーコンタクト。あ、終わった。行く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 行ワンチャン足音消してんのよ。ああ、そこも今。いやー、キネティック溜まってくる、早く。オッケー、溜まったね。こっから行こうか。
こっから俺たちの物語始まっていくよ。なんかいいんだけど、まあでも個人的にはね、もうこれね、フェネックの強化と一定レベルやね、ほんまに強くなってる。これね、近距離は分割して中距離は、まあ、ワンタップエームでそれキャラコンしながらって感じなんで、これは枯れちゃう、キニティックも枯れちゃう。これももう知ら、もう知らもう知ってるか知らんけど、これワンかって、あ、通貨って、これよこれ、この突撃型、ほんまにこれ人気ですよこれ。これがね、これが俺たちの憧れたフェネックなんだよ。来たこれ UAV いるが、来てるけどもこれ逃げていく。ここの戦いあんま不利やからさ、まあ、ウェットの縁も大事なんですけど、不利な場所でも戦うっていうのも、まあ、実力のうちに入るんじゃないかなって。そこも勝っての、東北会場、そこも勝っての、いやマジでさ、あの今マスタータイプ全然その、なんていうの、元レジェンド隊の人もおるから敵が弱いっていうことはないと思うんだよ。強すぎやろマジで。これそのリスペルすることを俺はおすすめしますけど、ね、なんかルールでこれ来てると思うから、いやーそれあかんわ、出たあかんわそれ、それはいけん。実質も俺の今やってることはオナニーなんだよね、うん、お前気持ちよすぎてもう天国行っちゃうんじゃないか。まあ行ってんのは敵やけど天国にね、ここも勝ちたいっていうね。まあ40キロ、あー40キロはさすがに無理か。ちょっとこのマップね、まあアサルトライフルじゃないと多分41キロとか、まあ、40キロとかはきついんじゃないかなと思ってます。あー6ですか、まあまあいいんじゃないですか。もうこのマップのフェネックはうんこやから飛ばすわ。オーマイガーよ、ちょっと弾なくなったし、ね、おいほら諦めてんちゃうぞお前ら、ほらチンポマンがほら何をしてんのほら、さあもうこれがランクマッチやぞ、ほらボコブチブチにしてんぞマジで、ほんまに全然このマップの抜けたわ、ね、普通にあの各デスの現実でほんまにね、これね、あの足音消す時代多分終わったね、間違いなく。もうこれほら横すらで全部かわしてペン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 できんもん。まあ俺今シーズン個人的にめちゃめちゃ楽しいシーズンやわ。いやー今のフェネックス好きやわ。ということで、まあ2試合目なんですけども、あのね、あんまりちょっとランクマッチやりたくないですよね。なんでかっていうと、ランク上げすぎるとね、マッチングせんくなって、ほんまに絶対いるけども、やっぱもうバレてるからさ、これ横スラできるんですよ、これ横スラで。こういうことなんですね。たぶんまだいるから、これ背後からに。やるかな、一旦そこも買っていってあげて、あそこでなんかキモいのするやついるんですよね。一旦車爆発させていく。で、2人変わるでしょ、このムーブする。もはや SR とかしたい、フェネック。SR とかしちゃったの、フェネックがね。これ大丈夫か、裏。大丈夫か。あー、でもなんか下から来てそうやから、こいつ買ってあげるのは多分崩壊してね。ここも買っていってあげて、いや、ローよ、激ローよ。来てないから大丈夫か。なんかもう、レースゲームみたいなの早すぎて、ほら。これ。こいついってないもん、これ。これを打ち合い。やけどするぜ、マジで、ほんまに。でも、クイックスがあるからね、一生キルできるっていうことはもう、できるんですよね。こうやって、2階に多分いるから、これ。2階におらんかったら生き残れる。さらに俺はもう長生きするよ、これは。でね、で、ワン買ってきてあげて、下いるから、ここも買ってきてあげて、まだ来てない、大丈夫そう。でもね、ソーダンス。あの、心配なのはソーダンスだけ。QXR 使ってるそんな。一旦これ、UAV 出していっていいの。一回そこ買っちゃって、スキップ行きましょうか。危ないね。今日さ、あの、スモーク持ってないからさ、脇がなかなか変えられないんですよね。あれなんか一人取ってくれてるやつ、俺こいつのおかげで多分結構踏み出せるのじゃん。じゃあこれワン買っていってあげて、脇変わらんか、あーまだ変わってないか、どんどん行こうか。そこも買っていって、ユーブラシック、これほんまにいいわ。みんなフェネック使ってみて。あでもね、今のフェネックは結構しっかり立ち回りとかエイムとかがある程度ある人じゃないと多分ね、力は引き出せないんじゃないかなと思って、買っていってあげて、そこらしいシナオク、ここも一旦買っていってあげて、
でもなんかもう喋ることがないですよね。まああとはちょっと勝つって感じでやっていきましょうか。後ろから一発引っ張っていって、もうこれスピード強、まあ、あとはねこれ横から使わなくても大体荒れるんで、そこから引っ張ってこっちから来てないから大丈夫か。 OK、 フェネックはこういうところは強えぞっていう話を俺はしたいんだが、そこに勝っていっちゃって、ね、アドバンス指出しちゃって、あのね何回も言うけど別にこれ弱いやついじめてるわけじゃないよ。普通にみんな相手強いからね。一旦これは決めてきて、ワン勝っちゃって、ほんでもう一人勝っちゃって、これまだいるから外周通りながらカドマッチ行く。どこー、これもさすがにさ遠くのやつかれんからきつすぎるわ。俺がもう全然落ちてたらいいんだ。なんか言いたいけど、もうあれは頑張って、あれは頑張ってくれ。さすがなって勝って、これはいやー、まあでも初段からやっぱりその当てれる人やったらほんまに出てきてると思うけど、なんで枯れんねんすか。オーマイガー、なんで勝つの、おかしいやろほんまに。なんで相手、あのこんにちはこんにちは、うん、でまだ行こうか、俺行ったらここから変わるんですよ。勝っていくの勝って、うん、どうせ亀井さんが強いだけでしょっていうね人も、まあコメントもあると思うんですけど、全くそんなことねえよほんまに。まだいいね、もう嵐やん。ちょっと最後の最後に入っていこう。なんかやっぱそのキル中してるだけだからかっこ悪いっていうのがあるから、消えてね、そんなこと言いながらキル中してるっていう、これが亀さん攻撃。ないね、そこも勝っちゃう、そこも勝っちゃう、ちょっかし割れるから狩られる、終わらせようか。回復してるけど勝っていく。これあのこれで負けるとかある、これで負けたら俺炎上してもいいぞ。あ、ごめんみんな、ごめん、これはなんで、なんでだ、なんでこれで負けるはずがねえだろ。もうなんで俺が負けなあかんねん、くっしょこいつ、お前くそ。最後煽ってきたやつ見たぞお前、おいお前煽ってるくせに、お前楽勝ちゃうやろお前、どんなんやねんこれマジで。まあでも相手の旗意識が高かったっていうのは正直やんね。ブチブチにするぞ。まあ一応何試合かやってみたけどこんな感じですね。まあ大体30キルいけるって感じの強さですわ、このフェネックとライトウェイト。ということで今回どうだったでしょうか。個人的にはね、ライトウェイトとこの SMG の組み合わせめちゃめちゃもうバッチグーです。あのね、もうレレレ終わったね、まあレレレ終わったって、このスカルカーがね個人的にはね、まあそんななんじゃないかなと。ということでね、今回これで終わっていこうかなと思ってます。これからもですね、こういったような動画バンバン上げていきますので、チャンネル登録と高評価ブチッとよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。